改めまして、こんにちは。EDP アコです。今日はですね、ちょっとライブ2本だけ入れちゃいました。ちょっとこっちで自分のこのモニターするんで、少々お待ちください。CM の際。ここでモニターしてるから、あれが見えるんですよね。コメント。ここです。これ普通に聞こえますね。どんな感じですか？あ、まあまあ聞こえるか。改めまして、こんにちは。よし、これでいきましょう。はい。まずは今日はですね、まずはじゃないか。ジャイロ。これちょっと見てもらえます？まずは、これから私の段取り。段取りがさ、寄ってきます。寄ってきますね。ホーム。今日衝撃受けたことがあるんですよ。ノリスケさんどこ行った？ノリスケオートワークスさん。これよ。このノリスケさんちの。チャンネルなんだけど、どれ、びっくりしたのがあったんですよ。これ。皆さんこんにちは、ノリスケオートワークスです。こちらなんですよ。基本的にはあれ、GYD550 の設定値、まあセッティングデータとセッティングの仕方かなを扱ったやつなんですけど。いつ3ヶ月前、3ヶ月前アップで6015回回ってるんですよね。これもしや稼げるんじゃないかと、はい、思いましてやります。ノリスケさんの場合はジャイロゲインをいじるっていう設定方法なんだけど、僕が今ちょっとやってるのはジャイロゲイン100のまんまやるっていうパターンなんですよ。だからかぶんないかなって、むしろ皆さんがノリスケさんのやつも見てもらって僕のやつも見てもらって同じように言うとこもあるし違うように言うとこもあるんで、両方織り交ぜるとまた皆さんの何オリジナルなジャイロのいいデータができるんじゃないかななんて思ってやってしまいましょう。ジャイロゲイン100のパターンですね。でその前に中国から GTV に届きました、じゃじゃん、このタミヤのウィングともおさらばの日が来るという噂ですが、問題が2つ、多分問題これね、ちょっと、こういうなんか変な QR ついてるんですけど、ね、QR ついてるんですけど、まあまあでしょ、連れてかもうなんかまあまあ、あ悪くないじゃんって、まあ、ここもね、これがドキドキするんですけど、どんな感じかね、ドキドキするんですけど、これちょっとやってみるんじゃないですか。ドライバーがついてきてとっても良心的なんですよ。良心的で、でステイがちょっとね
ここの面が大きくてドキドキするんですけど、まあ、まあまあまあ、これはまあまあいいとしましょう。いいとしたところで、はい、ネジもついてきます。まあ、あ、まあまあ、まあまあ、ぴったり。大陸、ナイス大陸。あ、大陸やりましたね、早速。大陸やらかしてるのが、あ、ぴったりだ、ぴったりだ、入る、入る。OK です、OK です。じゃあ、これ、入れてきます。納豆。納豆入れて、くるくるします。あ、すっげえこれ、狭っ、狭っ。こういう状況、こういう状況。斜めで、斜めでプラスをドライバーを使う、すごい気持ち悪い状況なんですが、まあ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 、これ組んだとしましょう。組んだとしましょう。で、はい、こちらのボディに行きますよ。行きますよ。じゃ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 ん。これこのサイズ感。はあ。やっちゃったな。まあ結局ね、Amazon のページに何インチとかなんか幅書いてあったんですよ。多分23センチぐらいなんですかね。24、5センチかな。22、これギリギリ22のはずなんで、僕の指が 23.5 ぐらいなんですよ。ちゃんと GT リング買う時の注意点、サイズを見て買いましょう。というわけで、ああ、両面付きだしね。で、ここに両面のところになんと納豆がピタッとくっついてる。ピタッと納豆がくっついてる。西もここにペロンとくっついてる。とってもなくさない、とてもいい配慮のね。ラジコンパーツ屋さんでした。っていうお買い物の話が一個終わり。これ後でね、一番に来たお客さんにあげよう。多分一番に来るお客さんは分かってるんですよ。もうお家出たよって言ってたんで。この人です。見てもらいます。の人なんで、はい、漏れなくプレゼントしたいと思いまーすわ。ここに置いておく。はい、投げ捨ててきました。今日は久しぶりでもないか、タムタムさん行ってきたんですけれども、はい、ちょっと興奮してます。興奮しました。興奮してお買い物してきたんですが、結果大したもの買えないという残念な病気です。N モデル、はい、トップラインさん N モデルバージョン3スーパーハイトラクションタイプ、オフセット8。今ここに履いてるのがオフ6でスーパー電車なんで、2ミリでも出れば少しマシになるかな。 でもマシになったところで何か変わるのかな、私なんて思いながら、まあ、それはまた後の話で、ジャイロの話とは関係ないんですけど、お買い物自慢させてください。はい、次トップライ、もう今日は森田さんありがとうございます、いつも。はい、トップラインさん、インテグラシリーズのピニオン。何枚と何枚だろう。はい、31枚と29枚。はい、カズルさん、こんにちは。カズルさんだよね。あ、こんにちは。告知あってなったから嬉しくなって思わず撮っちゃいました。はい、次。これは今日買ってきたんじゃないんだけど、向こうの事務所の中にあって発見しました。キャビルさん、お疲れ様です。こんばんは。こんにちは。こんにちは。はい、アルミ製アジャスタブル3本。25はどっち？2番？3？KO3 は？
3? どっち？まあいいや。はい、あと謎のトップシャフト、MC1 のトップシャフト、なんで買ったんですかね、いつ買ったんですかね。はい、トップラインさん、もうトップラインさん三昧なんで今日は。トップライン三昧。はい、ブラックインナーハード。ああ、これハードとあれかんのか、ソフトが。何も見ないで買ってきちゃった。せっかくだったらハードとソフトを買って、はい、どっちがどうでしたってやればよかった。失敗。はい、レイブ D さん、スーパーギアホルダー。これはあれですね。MC1 って書いてあるんですよ。まあ一緒か。RDX にね、実験くんの、この後の、ライブの、実験くんに使うやつ。結局ノーマルだったんで、スパゲはちっちゃくできなかったんですよ。で、それちっちゃくして、また後でね、もうすでにタイトル入れちゃってるんで、あれなんですけど、2万5000回転に挑戦。タイヤの回転数で25に挑戦ってことでやります。はい。2。はい、次もピンクが出ます。ピンクがドン、ドン、ドン、ドン。はい、トップラインさん、48-76、スパギア。48-72、スパギアです。まあ、こんだけしか買い物しなかった。1万円いかなかった。びっくりしました。あ、足りそうだな、足りそうだなと。ね、5000円札出して、なんか少ないから5000円札足りるかな。足りそうだな、足りそうだな、ちょっと足りなくて、大量の100円だもん。こうまたここがすごいよね。なんだろう、本当にひどいんだよな、この髪の毛。前半分はまあまあ見れなくはないけど、この後ろ半分。これもよもよ、もよもよ。もう、赤ちゃんの毛に戻り、最後は毛がなくなるやつ。ここからハゲる人です。で、あ、そうそうそう。今日は、とりあえずジャイロやりましょうってこと。ジャイロやると多分、再生回数伸びる。ってことで、はい、こちらのアルニックスに積んでるジャイロは、はい、ちょっと見づらいですけど、GYD550。これ実はね、まあまあ双葉。まあ受信機は当然双葉でしょ。で、サーボも95-70っていうやつです。まあいろいろ双葉さんのサーボ、いろいろ一悶着あるんですが、とりあえずこれは、今問題なくは使えている感じです。で、先にサーボの値 V4 で笑う。え、V4 だったの俺。 V4 だね。ごめんなさい、V4 に関しては、今日はやりません。多分 V4 はみんな使い方すぐ分かるから多分見ないんですよ、YouTube。 550は悩んだりとかいろんな設定方法があるから、だから、そういう YouTube の動画とか多分伸びるんですよね。だから、でも V4 も今度やります。赤モードと緑モードでしょ？あと、ハードモードとソフトモードだっけ？多分4つあるんですよね。4種類。あれもやればいいか。あれも近々やるようにします。まあ、その前にバーンですけど。セレクトちゃんとします。昨日ちょっと MC2 やってました。 GRK 今月違うか、10月22日、 EDP GRK 最強 B1GRK、予選ぜひよろしくお願いします。近日中に筒井さんの方からエントリーのフォームかなの公開があるので、それでこちらでもまたあり次第お伝えしてまいります。
これダンパーもこれでよかったんだっけ。まあいいや、とりあえずサーボの方はこんな値で今やっております。見えないんだよな、これが。これを取るとポン、はい、どうだ、こうか、こんなまでやってんのかよって恥ずかしいデータかもしれないんですけど、もう恥ずかしいも何ももう関係ないです。僕は RCDC4 回起こってってね、だから下手くそなんだよって、はい、はい、すいませんって感じです。ちなみに左上からデッドバンド 0.13、 ダンパー139、スムーサー有効、ストレッチャー 4.000、 ブースト有効、ブースト量3。2ページ目は、チャンネル1、あ、チャンネル1だな、リバースノーマル、まあいいや、ソフトスタート、あれソフトスタート向こう、ニュートラルマイナス 3.25、 まあフォワードね、この車によって。でストップモードはフリー、スピードは 0.105 で、動作量 80.5、 あ、左 80.5、 右 89.1、 ちょっとこれ大きいかもしれないんですけど、まあ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 って感じで走れているんですが、だから今日はそのターボとかはいじらずに、ジャイロをやっていきましょうってことです。ちなみに今、ああもう消えちゃった、原100 全然見えねえじゃん、これ、これで見えるのかな、ほら100、ジャイロ原100でやってるんですけれども、普通の車ってジャイロゲイン100だと、あ、普通の車、普通のジャイロか、大体車動かないじゃないですか。ただ GYD の場合は、いろんな設定値で動くんですよね、車がね。はい、今日ここら辺で遊びましょうか、ここら辺で遊びましょう。ここら辺から来て、で普通に触れるんですよね。見えるかな、これで見えるのかな、ちょっと今、はい、じゃあちょっとチェック、チェックに、そうそうそう、まあ触れるんですよ、見えるね、見えるね。じゃあこれやろう、今日はこのあそこのコーナーでやりましょう。これはまあ何をやったかって話なんですよね。見えてます、ありがとうございます。これ後頭部ハゲっぷりが見えてる、GYD550 の GYD550 のなんていうんだろう、ノーマルのセットなんていうの、デフォルト、デフォルトってどうなんですかね。デフォルトもう知らないですよね。ちょっとわかんねえ。とりあえずさっきキャビルさんのあれで、キャビルさんじゃないや、ごめんなさい、キャビルさんじゃない、ノリスケさんのやつ、ノリスケさんのやつ見ました。ここは30ぐらいだったんだけどな、100ぐらいだったのかな。とりあえず値15、15、30、100ぐらいをまあデフォルトとしましょうと。ちなみに原因が100のまんまです。エンドポイントは揃えました。マックス切れる、リアルマックス切れる、 100% の原因にして、デュアルレートは
ちょっと都合で100ということにしておいてください。一番最後にいろいろなんか味付けでちょっと減らしたりとかね、そんな無駄なことを実は小細工してるんですけど、ね、いやまあ100としましょう。100とし、あれをやりました。エンドポイント。右のリミット、左のリミット、終わりました。で、レスポンスモード、はい。ゲインモード、ノーマル、あ、スタンダード、スタンダードになってます。これで走るとどうなるのか。巻いたな。ゲインって巻いた。なんで巻いてったって話になりますよね。なるほどね。ちなみに上からいきましょうか。ダンパー。ダンパーが例えばあれで15だとしましょう。デフォルトで。でこのまんまの値でダンパーを例えば30まで上げます。するとどうなるか。おお、すげえ回るな。おお、まっすぐ走れない。やばい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 。いきます。おいー、ああまっすぐ走れない。ちなみにダンパー値ってなんかその送信機で指示したここまで90度の値だよってところまで、まあ90度曲がんないけど90度の値だよってところまで行くにして、0度から90度に倒れるときに行くまでの間サーボがですねに例えば真ん中で真ん中からドゥ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 ピッと動いてドゥ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 ってブレーキかかながら、ながら止まるっていうのがどんどん値を上げていくとどんどん手前で止まってゆっくり90度まで行くっていうのがダンパーの値なんですね。逆に言うとダンパーゼロにすると90度までビーンってビーンっていく感じのイメージ。ダンパーをどんどん上げていくとトゥッツートゥッツーってイメージだそうです。ちょっと知らんけど。なので、そのトゥッツーがすごい効きすぎちゃってるからもう言ったところに動かない。90度って言ってんのにちょっと待って今ブレーキかかってるからみたいな感じで遅くなってるから全然カウンター当たんない。まっすぐもうつらい。ほらこれね、こうなるっていうところなんですよね。なんでこれじゃあ一旦やります。50ダンパー50もっと激しくなると思うんですよ。このこれもうカウンターにも何も当たってくれないというところでこれ30、50いっていいことないんでもう70も190も100も全然ダメだと思われます。逆に純正値が15だとしてデフォルト値が逆にダンパー5まで下げてみましょうか。デフォルトより下を探ってみる。いきますよ。わかります。もう一回いきます。結局そのダンパー値が低いことによってピンってここからここまでって言ったらその90度って言ったら90度までパンと動くじゃないですか。カウンターを速攻入れてくれるんですよね。ちょっと後ろがペッて動いた瞬間にペンって入れてくれるんですよ。なんで、結局ケツが出ない絶対出させないみたいな。
で、これ5を0にしてみます。5、0にしてみるとどうなるかっていうと、グリップレースのようになるんじゃないかっていう想像です。おおはははは、早い。もうスピードレースやる人にはなんかワールドグランプリの二輪車を見てるようです。フロント滑りながら進入して、ケツゆっくりなんつうのスライドしながらこう立ち上がってくるっていう、もうそのぐらいの勢いでカウンターがポーンと入ってくる。だから100、よくあるジャイロの100ってこういうとこですよね。全くケツが出ない、どんどん速い。はい、これすごいな。これはこれで面白い。その代わり、今黒いホイールだから分かんないんですけど、出てますハンチングよくハンチングのことをシャケってるって言うじゃないですか。シャケ釣ったことある人は分かるかもしれないですけど、あんまりシャケってこういかないですよね。僕の中ではサバってるんですよ。サバって一番ブラーって言いますよね。サバということで、このダンパーチは僕の場合ですよ、とりあえず10あたりでまあ軽くケツが出るんじゃないかなってことでやってます。これ車によってステアリングによってサーボによって全部違ってくると思うんで、さっきみたいに明らかにこうダンパー効きすぎてチョリル、から下げていく、で下げていったところで角度がつかない、その間をうまく探りましょうっていうことですよね。うん、ダンパーはとりあえず僕の場合はこれは10あたりで良さそうです。ちなみにこれ僕は何のあれでジャイロを設定しているかというと自動運転です。ステアリングをバン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 介入させてカウンターを積極的に入れて向きを揃えてっていう、そういう高度なテクニックじゃないパターンです。バーンと振ったらもうパーッと走ってくれる、大任せ。で次の項目、ダンパーポイントですね。ダンパーポイントもそのダンパーの値に関係してるんですよね。で15がデフォルトだとして今30に上げてみました。そうすると結局そのパンとブレーキが効き始めるところ、さっきの90度の話でいうと効き始めるところの位置が変わるようなイメージなはずです。じゃあ実際車でどうなるか、これいいな。あ、そっか、やっぱ元々使ってた数字に近いんです。30とても良かったです。じゃあこれ上げていくとどうなるか、50、ダンパーポイントも50でやってみたいと思います。もう一周いきます。なんかね、一応僕としては行き過ぎの値、ダンパーポイント、バビュンと振った時にまあ、ビュン、みたいな、ただなんか
言いづらいんです。ああ、お邪魔しました、お邪魔じゃないです、また来てください。ジャイロの反応がなんかテンポ遅れてついてくるようなイメージ。だから極論70ダンパーポイント今70でやってみます。結局そのブレーキが効く、素の動きじゃない方にどんどん今触れていっています。さっきのダンパーいじった、一番上のコンクダンパーいじった時よりは動きがあんまり出づらいかもしれないんですけども、結局ダンパーチも10っていうね、あのちっちゃい値なんで影響少ないみたいなかもしれないんですけども、ダンパーポイント90まで一旦上げてみます。動きが違いが分かるかな。ダンパーポイントを上げていくと基本的にはなんか素じゃない気持ち悪い動きになっていくなっていう感覚が多分感じるんじゃないかな。じゃあ逆にデフォルトより下みたいなのやってみましょう。ダンパー5。おたけまんさん、こんばんは、みーですね、こんばんみー。これ何を今更 GYD550 やってるかというと、冒頭にもお話ししましたが、ノリスケオートワークスさんの GYD550 の動画が非常に回数回っているということで、私も真似してやっております。すいません。私の場合はジャイロゲイン100に縛ってということでやっております。ちなみにダンパーポイント5だとどうなるか。わかるかな今の旋回中ぐらいで入ってます。旋回中ぐらいで入りのもフロントのスピードよりも後ろが追い越し気味になる。追い越し気味になるからマシカウンターを押して一生懸命スピンしないような方向に持っていかなきゃいけないっていう方になってるんですね。何も介入が少ない方がダンパーポイント少ない方なんで、例えば今僕で言えば33でした。元がね、使ってたやつが、デフォルト15ぐらいいたんじゃないかっていうのりつけさんがの動画でしたけど、ダンパーポイント僕は33でした。で、よくいるのがこういったストレートから来てフェイント入れる、振る、振った瞬間にこうやってカウンターが右に切れてればいいんですけど、ここら辺で一回ポンと戻る人、55まで使っててポンとまっすぐに戻る人がいるんですよね。そういう人ってここら辺ダンパーポイントちょっと上げてみれば、ダンパーちょっと上げてみればっていうと、まあ理由わかんないですよ。だから居続けようとするとかちょっととろくなるとかそういう意味なんでしょうね。落ち着きます。アコ調べです。信じるも信じない、信じるか信じないかはあなた次第です。ということでダンパーポイント僕の場合はここら辺に決まってきたかなって。で、次ステアリングコントロールゲイン、
ステアリングコントロールゲインに関しては指とジャイロのどっちを優先するか、おたけマンは参考になるじゃねえしで、じゃあステアリングコントロールゲイン30がデフォルトだったとして、どんどん上げていくとどうなるか。まあ僕の予想だと、僕は全然運転できません。ちなみにこれ今100でやります。今分かります？角度に対して自分がペッてカウンター入れるんじゃないですか。そしたらはよーってカウンターが入るんですよ。その瞬間戻りましたね、今ね。クソダッサい感じになりました。で、例えば、デフォーが30だとして下に下げていくとどうなるか。さっきは100だったのかな。で、これは今0、ステアリングコントロールゲイン0がどうなるか。うわー、すっごい綺麗だわ、これだな。楽しい。この自動運転感たまんないです。人には言いたくないですよ、あんまりこれ堂々とね、ステアリングコントロールゲインゼロだよって言いたくないですけど、楽です。正直言います、楽です。まあ結果ね、なんか自分の好きなように動かしたいとかなんかあるかもしんないけど、安定した周回には自分の指なんていらないってことです。ステアリングコントロールゲインゼロ。まあ実はこれでしたけどね。7だったんですけど、まあ極限0でも7でもあんま変わんなかったです。あー、7聞いちゃった、クラッシュしました今。自分の指が入った結果クラッシュするってことは、自分の指がポンコツ、ジャイロに任せた方がよっぽどいいってことですよね。ということでステアリングコントロールゲイン3ぐらいにしておきましょう。で、次なんですけれども、一番楽しいところ100、テールスライドスピード100。お疲れ様です、ケンちゃん。ケンちゃんこれから夜の部の営業ですね。今日もいっぱい入りたいですね。今日暑かったからみんなビール、とりあえずビールの件で最後かな。なんか冷たい梅球です、お通しはね。そんなあれか、ダサいやつ出さないか、野菜スティック系なやつ出してください。ケンちゃん、そのケンちゃんだよね多分ね。で、次なんだっけ、テールスライドスピード、これデフォルト100だとして、200にしたらどうなるか、ね、あ、ケンちゃんこれから夜営業、お疲れ様です、頑張ってください。いっぱい頑張って稼いできた結果 EDP でお金を落としてください。テールスライドスピード100、200でいきます。おお、まあ、これ読んで字のごとくなんですよ。
よく回ってくれる。これが1秒間か 0.5 秒間か 0.1 秒間かわかんないですけど、ざっくりのイメージで1単位ごと、1単位時間が 0.5 かわかんないけどごとに何度角度がつくかぐらいで考えるといいらしいです。で要はバビンの1振り、1振りあるんじゃないですか。1振りで200度つくっていう考え、感じで考えれば、もうそれつきすぎじゃないですか。だから、真横からちょいケツみたいなところで100あたりがだいたい落ち着くところになるんじゃないかなって。あのマックス値のね、マックスいくつなんだろう、これ300マックス350なんですけど、350でもうやってる人がいるんですよね。誰とはいませんけど。書き込んでね、すげえ350にしてやりやすいと思う。書き込んでなかったです。こんな感じ、普通に軽く、ね、あんまり曲がりすぎるかなって思って軽く振り出した瞬間にこれなんですよ。あ、すごいアンダー出せるな、これハーバーアンダー。やっぱね、この切れ角に対してジャイロが少しでもずっと効いてるから、あのグリップ、フロントがグリップするっていうのもあるんですよね。で、あ、ごめんなさい、テールスライドスピード350かな、マックス値で逆に他の値をいじってセッティングをするっていう手法の、そっち方面からやる方もいらっしゃるんですよね。で、ちなみに今回僕がお届けしたかったのはジャイロゲイン100っていうものに固定して、ジャイロゲイン100に固定して、他のもののセッティングを出すっていうやり方です。なので、もうずっとジャイロゲイン、これは100のまんま。で、今逆にテールスライドスピード100ぐらいなんじゃないかなって大体に、を下の値、今58まで下げました。もう持っていけるのかな。すごい、どんどん。テールスライドスピード10。10がミニマム値でした。10行ってみます。どうなるか。すごい。何これ。ハンドル、ま、ちなみにハンドルが切れなくなる。待ってくださいね、今、通話が来たんで、今、ライブ中です。です。ごめんなすって。ちなみにテールスライドスピードで全く切れなくなりました。あ、バックの時には切れるんだ、気持ち悪い、これ。へぇー、でも戻ってきてお見せしますね、せっかくなんで。これ面白い。ほら、ジャイロゲインでジャイロゲインで切れ角変わるっていう件もあったじゃないですか。よいしょ。あ、ダメだ、持ってきます。アコ立てってことで立ちました。はい。はい。はい、エンドポイントとか別にさっきからいじってるわけじゃないじゃないですか。リミット値とかね。いじってないですけれども、これが今、テールスライドスピード10。10で、
なんかこれあれですね、グリップの車みたいですね、グリップのラジコンみたい。じゃあこれを増やしていきます。50にしてみようか。60にするとどうなるか。はい、切り出しました。まあマックスまで切れてないですね。で、僕がやってた値はちなみに言うと125だったんですよ。125、まあちょっと最近もう少し触れない方がいいかなと思ってるんで120で固定します。120にして、あ、マックス切れました。じゃあ100だと、ほんのちょっと残ってるけども、ほぼほぼ切れてます。20ぐらいであんま変わんないんだな。ただ120でマックス切れてるものが10までヘルスライフスピードを落とすと、もう全くこんぐらいしか切れなかったですよね。こんぐらいしか。まあそういうのもいろんなところに値がかかってくるんでしょうね、っていうお話ですね。ということでヘルスライフスピード120どうなるのでしょうか。まあ僕としては想像通りいつも通りなんですけど、ちょっとね、そのフィーリングの部分でなんか邪魔してるかな、足りないかな、買いが足りないかなってところをちょっとずつ、ある程度出るところでちょっとずついじって値整えましょうよって感じですよね。今ダンパーポイント31、33だったのを31にしたのか。だから逆に38のがいいのかなっていうので、ちょこちょこその前後を探っていく。ある程度出たところでまた上の方戻って、ダンパーポイント上から順にやって、また上に戻る。そうすると精度が上がってくるんじゃないかなっていう思ってる僕の持論です。まあ所詮 RCDC 本当に起こってるんでね。まあまあまあ元味になったんじゃないでしょうか。いや、ちょっと見えない。ちょっと微妙になってきた。ああ困ったな。ステアリングコントロールゲイン5、ダンパーポイント33、ダンパー10。こんなもんだったんだよな。もうこう10、33、10、125、あ、ヘルスライドスピード125か。そこが違うんだね。まあまあまあ、じゃあラストにテールスライスピードを5アップしてみましょう。125、あ、これかな。やっぱ
あ、好き。これ好き。うん。というわけで、ジャイロ原100、何のこだわりもなく、変更もなく、原100に関してはね、あのテールスライドスピードとステアリングコントロール原のところで、ふわっとした僕寄りな、いわゆる初心者。初心者は一応超えさせてください。初級者。初級者、初心者、初級者、中級者、上級者。入門者。初心者、初級者、初級者ぐらい。初級者にはとっても楽な車になってるんじゃないのかな。僕が楽な車って結構入門者とかでもね、これいいっすねって言ってくれるやつだったりするんですよ。優しい車なんですよ。特殊なね、特殊な目とか特殊な指とかなくても全然やれるやつなんですよ。で、ちょっとだけね、このこっからその4項目ちょっと上下やったりするんじゃないですか。それプラスの味付けでデュアルレート、ハンドルの切れ角ですよね、左右一緒に100だったのを97、ちょっとだけ減らすとか、ちょっと増やすとか、そういったところは場所場所によって、コースコースによっていじったりします。まあ、3から5もいじればすごい変わっちゃうんで、そんなにいじる範囲じゃないかもしれないですけども、ちょっとのところで指で対処できないところはもう機械に頼っちゃいましょうってことでやってます。で、僕が大好きなフェイントの件なんですけれども、ずっとジャイロ原100でやってると、ダダグリップで行った時にちょっと動かないんですよね、車が。なんで2ページ目でちょっといじってます。実はと言っても、ステアリングゲインカーブ87で2個目の1番だから、一番あれですよね、打角が少ないところ、打角が少ないところの 10% みたいなもんかな。いやでも8までしかないからな。1番の1の刻みのところは87、2番で95、3番で100、もうそこからずっと100ってことで、一応このストレートからのパッと動くところ、違うか、こっちか、ストレートからのパッ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 って動くところに関してはちょっと原因が弱くなってるイメージなんですかね、っていう、そのね、ちょっとちょっとはいろいろあると思うんですけれども、基本的にジャイロ原100で全然、まあ100でできるから偉いわけじゃないし、ジャイロ原30まで下げたから偉いわけでもないし、アプローチの仕方だと思うんですよね。というところで、ジャイロゲイン100の場合のセッティング、こんな感じでできるんじゃないですかっていう動画でした。で、ちなみにおたけさんがね、僕のプロポでできないと思う。そうなんだ、そこが 4P できないの。なるほどね。それどうなんだろう。それこっちのプロポで1回つないで設定すればその設定残るのかな。であれば貸すよ。貸していろいろやって、そんでまた 4P でつなぎ直せばいいんじゃないのかな。それは手伝います。おたけさんには全力でサポートします。この方は自力でやりましょう。おはようございます。おはようございます。はい、そう、あれこれくるぞでかくね。12分の1で、逆に8分の1とかだ。あ、3分の1。
ね、いや、サイズ見なくて買っちゃってさ。でかっつって。かっこいい。そうなの。まあ悪くないでしょ、形。ね。だから、それつけたらすごいんじゃない？ダウンホースと、あとメタルカルな。そう、だからおたけマンちょっと一回やってみましょうね。このプロポをあれして、あれしてあれして、で、2ページ目をちゃんとやって、で、そう、あ、ゴムタイヤ2機、ゴムタイヤ2機。誰がそんなこと言ってるんですか、おたけ。はい、本日のゴムタイヤ、ナローなんとかタイヤっていうね、タミヤのタイヤかな、これで、オフ4のホイールがあったんで、オフ4で、これに対して2ミリのスペーサーを入れるとオフ6になる、そういうことですね。ゴム2機。話が違う。いろいろ違う方向行っちゃう。な、基本的に生に行きたい。一旦走ったですと、難しいのと、あとね、俺は食われた。だからバーン車とかじゃないと食われちゃう。あ、うん、だからプリッて抜けないと取り引きできない。そんな感じですか、うん、前に買えよ。捨てちゃった。捨てちゃった。ホイールから外したりしてガチガチガチって。カットスリップだからさ、グリッパーだって。車のバトル、いや、ガチガチガチ。というわけで、ごめんなさい、脱線しちゃったんですけれども、そう、ゴムタイヤ2機で、ゴムタイヤ2機はそれはそれでね。で、これに関しては、おたけまんさんはやってみましょう。そうすると、ゲイン高めで使える、だから旋回中、ゲイン高めのどっしり感、安定感と、振り出しの動きの軽さは、ある程度、こう両立できるのかな、できない、できるんじゃないのかなって思ってます。それでぐっちゃぐちゃになったらごめんなさい。かな。 GYD550、ジャイロゲイン100で設定してみようのライブでした。最後までお付き合いいただきありがとうございます。ちょうど1時間。なんかもう尺が分かってきたんだな、俺。1時間前。そう。また深夜に1時間始まる。そうですね。だから今日ね、木曜日でしょ。木曜日は深夜にしようかな。おたけまんさん、お邪魔してないです。ぜひぜひお邪魔、どん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 、槍を入れてくださいよ、ここから立って。よし、槍を。お願いします。で、なんだろう。そうそうそう。というわけで、1時間お付き合いありがとうございました。GYD550 ジャイロゲイン100で、使ってみよう。ゴムバーン。ゴムバーン、ね、調子乗ってるな。横槍入れてきてるな、横槍。もう切るからね、電話切るみたいになっちゃってる。電話切るからね。でさ、でさみたいな。というわけで、また夜お会いできればと思います。回転数のりすけさん追いつければいいなと思っております。では、これ、毎回このバッテンが押せないって言ってるね。